朝、ご芸術の森は、兵庫県朝子市にある、緑地公園。園内に彫刻庭園、美術館、温泉宿泊施設等が整備されている。ただ両木ダム直下の森林の谷約30ヘクタールを芸術の森とする旧朝子町のアートプロジェクト、朝子アートパークミュージアムに基づく、朝子芸術の森整備事業として1995年、以前に工事が開始され、 中核施設である朝、5芸術の森美術館の1999年、春工などを経て2002年に完成した、温泉宿泊施設2棟を備える、自然と芸術が融和する滞在型レクリエーションのための公園である。また芸術関係のワークショップ、芸術村イベント、マラソン大会、フリーマーケットなど多くの人が集まるイベントの会場としても使用され、 地域の芸術文化情報発信基地にもなっている。長来市は兵庫県のほぼ中央部に位置し、京阪神から9 0トルで鉄道、高速道路等を利用して約1時間30分から2時間、姫路から5 0トルで JR 万丹線や万丹連絡道路等を利用して約1時間の距離にある。北部は洋府市と豊岡市に接し、南部は神崎郡。 東部は京都府、丹波市、高郡、西部は市総市に接している。南北約3 2トル、東西約2 4トルの地域で、日本海へ流れる炎山川や瀬戸内海に流れる市川などの源流地域で、兵庫県の南北の分水嶺でもある。総面積は403.06平方キロメートルで、県全体の4.8%を占めている。 2006年7月22日には、北、近畿と洋日自動車道が和田山まで開通した。気候は、日本海型、内陸型気候で、寒暖の差が大きい。朝、語芸術の森美術館のある、将来したた両木付近の標高は185メートル。ありがとうございます。